特にこの食というところで、こう雑穀米というのが、御社を代表する商品からスタートされたと思うんですけれども。そもそも雑穀米というもの自体が当時なかったというふうに言わました。なかったですね、あのブレンドしたものがなかったんですよ。だから単品のきびとか、あわとか、冷えとか、麦とか、米とか、玄米とか、小豆、大豆、こういったものあるんですけど。それをブレンドするという、それは非常識なん、ね。ええー、非常識。米に麦が入ったら、異物なんですよ。なるほど。 そもう商品にならないんですよ、はい、だからそれを取り除くか安く売るかしかないんですそれがいきなり八種類ブレンドのものができたらそれはみんなびっくりしますよねお米屋さんは、えー、持ち込まないでほしいとか、はい、レパートに行ったらこれはあの鳥屋さんに持って行ってくださいとかね鳥鳥の餌で持って行ってくださいとか <laughs> ほとんどそれですよそれぐらい当時珍しかったというかもなかったと、えー、だからおそらく この人おかしいのかなと思ったんでしょうね。そもそもの着想はどこから。あ,あ、これはですね。えー、もう簡単なんですよ。僕、あの鹿児島の霧島にスーツ着て、ある展示会に行ってですね。はい、まあ、仕事、まあ、いわゆる仕事行ったんですよ。はい、で、帰りに、まあ、あの。吉備。の畑があったんです。そのキビの畑に走って行って。キビの話をしてですね。はい、このキビを僕に譲ってくださいって言ったら、はい、いいですよ。っていう話で。うん、いくらですか。 っていうで「いやいやもう金額は」ってい「いやいやもう金額あの言ってもらわんと僕はあのこれ販売します」いや売る分とかありませんよと」とこれうちの健康っていうかあの我が家に作ってるやつであなたがその食べる分は差し上げます<ー>売る分はありません」っていうような話だったんですよ。はいはい、で向こう見ると野菜に農薬をふりかけて市場に出すのをおじいちゃんが作ってて、はい、ばあちゃんはこっちで。 我が家用の雑穀を2種類ぐらい作ってたんですねそれでですね僕はもう本当にもう,みもう鳥肌立ってこれだと思ってそれまでも麦食べたりきび食べたり、はい、泡食べたりしてたんですよ。個別で食べたんです、はい、そこで2種類見た時にこれをブレンドしたらどうだろうかとうイメージが変えないときび、はい、とか泡とかいうのは戦,戦中戦後の 貧しいものっていうことを皆が言うんで、はい、これを別物に変えたらどうだろうかなって発想からブレンドしてみようとですよ車で買いながらですね一日一膳お膳の膳ですね一、はいえー、日一膳雑穀米週に一膳雑穀米とかねいろいろ考えながらですね,でね最初は一日一膳雑穀米って正直無だった。 1> 1日に1年食べようと体にいいことしようみたいな、えー、で雑穀米もですね文字をどうしようかな雑穀米舞うという字にしようかなとか思ったんですけどまあ雑穀米という米にしたんですね、うん、でまあそれが良かったか悪かったか世の中にそういうのなくて、うん、で雑穀米の雑という字が悪いってみんなが言われてです、ね、行くと雑なものはそんな高級なものはないとか。はい 結構いろんな方に相談されて全員が雑はやめた方がいいだけど僕はねやめなかった理由があるんですよ雑の強さね例えば雑木林の雑木切っても出てくるんですよで杉やヒノキというのは植林をしないと、うん、え30年経ってうん家の原料にするのに切りますね切ると必ず植林をしなきゃ植え替えなきゃ出ないんですよ、うん でも臓器という、えー、菓子とか、えー、こういった木は切ってもそこからまた芽が出てくるんですよだからそれ燃料に使ったわけですよ生命力あるんです根っこから切られても出るんですで雑草を見てくださいよどんなに踏んづけようが、えー、雑草に農薬かけようが翌年にはまた出ますよ除草剤を50年振ってる田んぼでも1年使わなかったら次の年あの雑草だらけはい、はい そいいこのそにあるわけでですすすよよもご強んれから雑魚ですね雑魚という小魚、はいはい、これには、えー、EPA とかいろんな栄養成分が豊富に含まれてますよね、うん、小魚にはそれから、えー、あとは雑煮ですね全部雑がつくんです生命力のあるものは全て雑がついてるわけですだから雑穀米というその、うん 雑は、s <S これは絶対僕は変えられないと思ってです、ね、誰が何を言おうが。雑穀米という名前を。じゃ、この名前自体を御社が。あ、僕はなんだ、だから商標登録。代表を考えて。そうなんですよ。<ー>だから、狙いは一つはですね、雑穀米を続けようと思ったのは。実は、私どもの会社の商品だけが雑穀米なんですよ。ところ、どこで見ても雑穀米で、皆さん言うんです。 それが、ね、子供の頃ですねこういうのがあったんですよ、えー、ホンダにスーパーカブというのが出てたんですねはい、はい、カブがでその後にカブが一世風靡して,して日本中カブだらけうん、うん、その後にヤマハからメイトっていうバイク出てきたんです、はい、それを見てもみんなカブってで小型飛行機見るとセスナっていう時代があったんですね、うん、で日本に最初に入ってきた小型飛行機セスナ、うん、どのメーカーが飛んでもみんなセスナ飛んどる、うん、セスナ飛んどるっていう、うん これだと思っただからそれがあって雑穀米をこれを何が何でも浸透させようとうおかげで「ジャー」にーは雑穀米と載ってますよそうですよねえ雑穀米モードがあからこそ,たそうなんですあれもあのモードを載せる前にメーカーさんから連絡があって「あこれを今度開発しましたと」とでしたがって「よろしいでしょうか」ということと、えー、キャンペーンで「ジャー」にー雑穀米つけるんで御社から雑穀米買いたいっていう話が。 ありました何社から、うん、なるほど。もう今やその家電の新しい機能にまで暇ほどこう浸透しているわけですけれども新しいものを生み出すとかそれをまた広げていく上で大事なことって何が一つの基準かというと必要なものなんですよ必要なもの本当に日本日本人に必要なものが大事だと思うんですよだから必要のないものをどんな開発しても意味がないじゃないですか、うん、だから今食においては白米の世の中が もう何十年もあったんで雑穀米をとることでミネラルやカルシウムやビタミンが従来通り取れていくというだそういうふうに考えた時にやっぱ必要なものを、えー、必要な時代に作っていこうかなと。なるほど新しいとか面白いの<そ>前にまず必要なうう消費者にとって必要なものっていう基準。そうなんですね